んたちの冒険の記録です。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。ほう、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りをあげろ。頬を張れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃー、行くぞー。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため、そしていつか海賊王になる夢を果たすために故郷の村、しかし海に出て間もなく遭難してしまう。なすすべなく漂流していたルフィを助けたのはとある女海賊の船で雑用係をさせられていた海兵志望のコビーは、海賊王になるというルフィの覚悟に触発されて女海賊に抵抗。その勇気を気に入ったルフィは女海賊を倒してコビーと共に海へ出る。やがて二人が到着したのは海軍大佐のモーガンが支配する町シェルズタウン。そこには海賊狩りの異名を持つ剣士、強い仲間が欲しいと考えていたルフィはコビーが止めるのも聞かずにゾロが囚われている海軍の敷地へと入っていくのだった。俺は今一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。で、まさか縄をほどいてやるから力を貸せだの言い出すんじゃ。別にまだ誘うつもりはねえよ。
お前悪いやつだって評判だからな。お前に逃がしてもらわなくても俺は自力で生き延びる。一ヶ月ここに生きたまま突っ立ってりゃ解放される。何が何でも生き延びて。じゃあゾロが捕まった理由ってのは町の人を助けようとしたからなのか。ええ、そのことでここの基地を治めるモーガン大佐という人を、あの人噂通りの悪人なんでしょうか。ドロナーゾロの公開処刑は密告に決まったらしい。ひどい話だが、大佐に逆らえばこっちが死刑だからな。一ヶ月こらえれば解放する約束じゃ。決めたぞコビ、これはゾロを仲間に引き込む。え、ただじゃ済みませんよ。例の大佐が怒って下手すれば海軍。そん時はそん時だ。俺ゾロに会ってくる。仲間に誘うぞ。おい、ここから先は立ち入り禁止だぞ。どけよ、俺はゾロに会うんだ。ゾロのはゾロの仲間か。こいつを捕まえろ。やれるもんならやってみろ。海賊の勧誘なら断ったはずだぜ。ほらルフィ、縄を解いてやるから仲間になってくれ。話聞いてんのかてめえ。俺にはやりてえことがあるんだ。誰が好んで海賊なんて。別にいいじゃんか。お前もともと悪い賞金稼ぎって言われてんだから。世間でどう言われてるかは知らんが、俺は俺の信念に後悔するようなことは
な。知るか。俺はお前を仲間にするって決めた。お前大事な刀取られたんだろ。俺が奪い返してやるよ。そして俺から刀を返してほしけりゃ仲間になれ。何？タッチ悪いぞてめえ。よし行ってくれ。早く刀を探さねえと。怪しいのはあっちだな。ソロの仲間らしき者が次々に侵入した模様です。なに、反逆者は皆殺しだ。さっさと始末してこい。
刀どれだ？もういい、予定変更だ。直ちにロロノア・ゾロを処刑しろ。なんだと？約束が違うぞ。好都合だけど。保管庫の守備を強化しとけ。あそこには貴重な海図があるからな。やばい、海軍がこっちに来た。大佐の反逆により処刑する。くそ、強さなど俺の権力の前にはカス同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなり、天国まで名前が届くように、世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だから、こんなところでくたばるわけには。
体何者なんだ。俺は海賊王になる男だ。ほら、お前の宝物どれだ。三本とも俺のさ。俺は三刀流なんでね。ここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に立てつく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい。てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるくらいならやってやろうじゃねえか、海賊に。僕にはなってやるよ。だがいいか、俺には野望があり、世界一の大剣豪になることだ。こうなりゃ名前の上不上も言ってられねえ。世界一の大剣豪、海賊王の仲間ならそれくらいになってもらわねえと俺が困る。悪魔のミシリーズの何かを食ったに違いねえ。ピストルがダメなら切り殺せ。とっととそいつらを始末しろ。ゴム人間、それにノロノアゾロ、あんな奴らと戦えるわけがない。弱音を吐いた奴は俺が死刑にしてやる。俺の部下に弱卒はいらん。してるぜこの軍隊は。You
壊してまで、どうしてこんな無茶苦茶なことを。言ったろ、俺は海賊王になるんだ。敵は海軍だけじゃありません。ワンピースは世界中の海賊が狙ってるんです。死にますよ。いいんだ、俺がなるって決めたんだから。そのために戦って死ぬんなら別にいい。僕にもやれるでしょうか。死ぬ気なら海軍に入って、偉くなって悪い奴を取り締まるのが僕の夢なんです。小さい頃から。知らねえよ。やりますよ。ルフィさんとゾロさんには自分の信念に生きることを。僕だっていつか海軍将校になって。夢をぶち壊しやがって。お前は俺がぶっ飛ばす。頼むの。黙れ。偉い人間がやることは全て正しいんだ。やらないしかない。身分も低い、称号もねえ奴らは。俺に逆らう権利すらねえことを覚えておけ。ゾロ、手貸せ。おう、任せろ。
切り殺せ。ゴムゴムの撃て。ナイス。だろ。お安い御用だ、キャプテン。ルフィたちがモーガンを倒したことによりシェルズタウンはモーガンの支配から解放された。結果的に町を救ったルフィたちであったが、海賊であるがため海軍に町から追い出されることになる。実質町を救ってもらったことには一度感謝している。しかし君ら海賊を前にして黙っているわけにはいかない。即刻この町を立ち去ってもらおう。せめてもの義理を通し本部への連絡は先。じゃ、行くか、ゾロ。ルフィさん。君も仲間じゃないのか。え？僕。待ちたまえ、君たち。本当かね？俺、こいつが今まで何やってたか知ってるよ。ルフィさん、まさか。とんでもなく悪いアルビだって海賊がいたんだけど、こいつ2年間もそ、やめてくださいよ！やったな、この野郎！やめたまえ！君らが仲間じゃないことはよくわかった。今すぐ、この街、わざとか、わざと僕にけしかけて、殴らせて、また頼ってしまった。僕を海軍に入れてください。何だって喜んでやります。中佐、私は反対ですよ。私はまだ君を信用しきれない。僕は海賊にやられた同志は数知れない。海軍を甘く見るな。入隊を許可する。大した猿芝居だったな。あれじゃバレてもおかしくねえぞ。あとはコビーが何とかするさ。ルフィさん、ありがとうございました。このご恩は一生。また会おうな、コビー。やったな！